ピンポンパンポン。この実況は超ハイテンポでお送りします。ポンピンパンポン。さあ始まりました。超テンポボイスロイド実況。本日のプレイヤーは、ボイスロイド界のおしゃべりクソメガネこと、ゆずきみかり先生でお送りします。そんな黒柳徹子みたいなテンションで実況するの。本日ご紹介するゲームは、今大人気のジャンルである、バトルロイヤル。その金字塔となった作品たちと比較しても遜色のないゲーム。おお、なんか人気のありそうなゲームやな。ちょっと楽しみや、ロシアバトルグラウンドをプレイしていきます。なーにこれ。ロビー画面はこんな感じ。You what? 行くぜ。デュエル開始。超テンポで行くぜ。まずはロビーを作るぜ。次に参加する人数を決めるぜ。募集人数は設定上限マックスの32人だぜ。ここのプレイヤーを待つぜ。やおいおい、誰も来ねえじゃねえか。泣くなよ。左右の方々誰、仕方ないぜ。このバトルロイヤルゲームを一人でプレイするぜ。それはもはや何のゲームなんだ。やっとすぎて。てかバトルロイヤルって複数の人が集まって戦うゲームなのに、参加者一人でそもそもバトルにすらならないんじゃないか。オーマイガー。おおおおおお、誰だよ。誰ってヤニキン牛島くんですよ。似てるけど、確かに似てるけど、おい体力ゴリゴリ減ってるやんて。くっ、多分上から来る気がするぜ。左から来てるよ。ななみろや、くっそ、こいつ。バケテスみたいなジャージ着やがって何してんのか。見るべきところはそこじゃねえ。さあ、あら、たま、宮野め、俺とプリックを抜かす。こっち、こっち、他のプレイヤーがいないこの孤独なバトルロイヤル。1分内で無人すんのやめろ、絶対に。どっかに来るよ。お前は何と戦ってるんや。次ラスト、ラストね。急にやる気なくなったな。待って、バトルロイヤルって言ったら他のプレイヤーとの読み合いや熱いバトルが魅力なのに、相手が冷静と言葉と血気が通しまくってなんだ。てかそもそも一人でバトルロイヤルってなんだよ。身も蓋もねえな。今度はクソゲーやってられっか。 You won. あなたが勝った。勝ちました。どう